クイーンカップ女流プロファイルナンバー13櫻井美由紀。普段からおしゃれをすることが大好きな櫻井プロ、愛読書はもちろんファッション雑誌。ファッション誌しか買わないですね。しかも自分の年よりだいぶ若い層の10代が見るような。前回に続いて参戦の櫻井プロ、去年は苦い思い出が残ったとのこと。去年はもう1ヶ月ぐらい前から緊張してて毎日麻雀してないと不安だったんですよ。そんな櫻井プロ、今年の必勝法は？必勝法何にも考えてないです。頭真っ白で無になってもちろん優勝で。